レオポルド・トリエステは、イタリアの俳優、映画監督、カラブリア州レッジオディカラブリア生まれ、第二次世界大戦後に映画や舞台で俳優活動を開始し、1960年代からはテレビドラマにも出演するようになった。戦後間もない1945年以降、トリエステは劇場に戦争と暴力に関する三部作で、ある、ラ・フロンティエラ、 クロニクルホロコースト問題を扱った世界で最初の演劇作品 NN に参加。2番目のドラマはその後トリエステが協力したクラウディオゴーラの映画フェブレディ・ビベールに映画の自由さに関して刺激を与えた。1995年、クロニクルはベルリンのドイツ劇場で守備よく代表上演となる。フェデリコ・フェリーに制作のチッタ・ディノッテといるパッカーと レッデッリアン・ニベルディを監督した。その後、頻繁にキャラクター性のある役といったキャリアに、専念してからは、イタリア式コメディで活躍したが、喜劇だけでなく、ゴッドファーザーパート2、バラの名前、ニューシネマ・パラダイス、明日を夢見てのような大作にも参加した。1960年代から1970年代には、レインチスと出るコミサリオメイグレラ・ファミリア・ベンベルーティ、 イルシアコロ、ピクウィックなどいくつかのテレビドラマや、1969年から1970年に放映された子供向けドラマレア・ベントゥレディ・チャフティーノにも出演した。カルロ・ベルトーネは、トリエステのためにトロッポ・フォルテで弁護士役を割り当てたが、一部は、後に、プロデューサーの決定により、撮影15日前にアルベルト・ソルディになる。 2000年にいるコミサリを、モンタルバーノのエピソードイルケーンディテラコッタに、リロリッチターの役で出演した。2003年1月25日夜、85歳で、ローマのウンベルト一世総合病院にて、心臓発作のために亡くなる。家族層が営まれ、わずか2日後に、ニュースとして報道された。ベルドネパネロ &P120、マルコミンニチい、ママ、ママ、マ,マ、マママ、 モールドレオポールドトリエステムービープレイヤー、イット、28012003、ビオグロフィアディレオポールドトリエステアーカイブド2009年9月6日、アットザウェイバックマシン、ダルシとアイタリカ、ライ、イット、ありがとうございます。